羊が一匹。リーチです。羊が二匹。妻。緊張するときは羊を数えればいいってお母ちゃんが言ってた。八丁小三元。羊が三匹。羊が一匹。バイマン。今マイクを切った状態で一生懸命喋っておりましたが、あれだね、間違ってデスクトップ音声をオンにしてたね。まあしょうがないです本当はね、この役満カモっていうのでちょっと見せたかったんだけど、私の喋り一応ゲーム実況を名乗ってるんで、本当はこのねライブでなんて言ったらいいんですか、まあ録画ではあるんだけど、後から声をつけるではなく、その場のね緊張感をまあ封じ込めるっていうかね、録画してお届けできればいいなと思って今急遽録画していたんですが、安心と信頼のマイクオフでした。まあ私役満張ってたんでね、はい、それどころじゃなかったっていうこともありましたけど、はい、なかなかねうまくいかないですね。でね、もう一回話すとね、以前ね、銀の間、今私はジャン、なんだったかな、称号が、ジャンケツなんですね。の、いくつだったかな、ジャンケツの、今、1です。ジャンケツ1。で、落ちそうです、今。見ようかな、改めて。あ、ジャンケツ2に上がったんだ、これ。ただ、今もう本当の際ですね。私のこれまでの麻雀を全否定するかのようなこのひどい状況なのでね、私としてはね、ここでマンツもして流れを変えたいんだが、ここなんかで染めてるね、これね。こうなるか、マンツマンっぽいけど、リーズもドラドラで一応逆転、張りましたね、これリーチ、いやリーチになるか、リーチになるか、積もれば文句なし。ただ本当はウーピンだの待てばねっていうのはあったけど、あとあれですね、単純に誰かが出してまず積もれば文句なしです。であと誰かが出して裏が乗ってもそれで逆転でしょ。ちょっとねもう最近の成績が本当にひどいんでね、流れを変えたい。ここが出せば文句なし、ここが出せば文句でしょ。押してきたんじゃないかこれ。あ、降りてんだ。こっちに合わせ打ちってやつか。バコリバコリ。トップはバコリするわな。普通リーチです。親は当然押すわな。どうだ？二人転敗。サブロー中。サブロー中というかサブローワンロース。どんどん行くぞ。よしよし。これで。あ、あれか、上がり。やめってやつこれ、あれ今ここが親でしたよね。ちょっと確認してきますね今。はい、リプレイでございますが、ああここなんちゃだったんだ。でオーラスで流れて終わりだ。そうだそうだ、ちょっとね役満張ったんでバタバタってこう録画アプリ起動してうんぬんでね、非常にバタバタして、マイクの音がオフだったのが非常に
悔やまれますが今一応解決しました。まあオーラス一応見せましょうか。私3品の換算品だったんで積もれば文句なしに優勝でしたが、3品はお、ここにあるじゃん。問い面に行ったのかな、てか実感んどうなった？3品あーもうここに捕まれた、あの止められた。まあ基本換算品残り3枚だったと思うんだけどね。であとはん意外とん3品ここが2発持ってるでしょ。もうすでに場に1枚切れたんですよね確かね。うんそう、この人が1枚切っての1、2のもう1枚あると思うんだけど、ああここにあるじゃん。これはどこ行った、間に合わなかった系かな。うわもう ここで上がりなんだけどね。流局、あここに止められたんだ。てかんここリーチじゃなかったっけ。あでこれで、あこれで手に入ったんだ。で初ギリーチ、なるほどね。まあで私はリーチ即リーするかどうかは迷ったんだけど、これいい形にね、ウーピンだのローピンだの引けば両面リーピンドラドラのになるということではあったんだけど、これなかなか分かりませんのでね、うん、オーラスに限っては私は基本即利用するかな、まあ、点数によってはですけどね、うん、で実際このリーチした後、ウーピンだのローピンだの引くことは実際はなかった。まあ分かりませんよこれは、本当に裏目ってこともあるんで。であれを見ようか、役満を見ようか、一応役満ならずこれだ、ハイパイドラドラの白2枚でこれは来たと感じでしたね。あーでここがも持ってるっていうか、この人回線多分切れてんだよね。これはぬかよろパターンだったか。白はね、ただもう1枚どっかにありますよね。そうだよね、どこだ、山だ、あここだ、ドラ表示だ、残念。はい、ということでした。まあ役満は険しいですね。はい、ということで、ちょっとね麻雀配信、私は楽しくね、麻雀だろうが他のゲームだろうがとにもかくにも楽しい時間にしたいので、一方でね今麻雀のね成績的に非常に厳しい状況、修行モードということなんで、ちょっとゲーム実況できませんのでね、楽しい気分、愚痴を言う配信はしたくないんです。はい、ということなんで、またね、まあ皆さんからリクエストがあったり、私の調子が上向いてきてね、みんなにね、見てもらいたいなってなればね、随時、ゲーム実況をお送りします。ではまたいつか都合のいい日にお会いしましょう。マイクがね、毎回これを忘れちゃうんだよね。